ヤクルトの浜田大輝とかいう選手。こいついきなり出てきたな。むしろ一昨年に出てきそうやったのに怪我で消えた。なんか村田っぽいわ。青木が打撃の天才だって絶賛してたらしいで、正直羨ましい。ひいきにこんなんおったら絶頂するわ。三振減ったしかなり良くなってきたな。打撃フォームがもう打ちそうだもん。岩村っぽい。ヤクルトの浅村、今年15本は打てそう。明豊のか、育ってたいやな。想像以上に器用でトップバッター適性があんのに今日やっと気づいたわ。まだヤクルトが高卒を育てたのか。去年までの脆さがかなり減ったから今年はブレイクしそう。セリーグも DH 制になれば青木と同時に使えんのにな。今日の粘って粘ってのホームランは感動した。去年までならすぐ三振してたけど、完全に開眼したわ。浜田のホームランロマンは溢れすぎ、超アーティストの打球飛ばすから見てて気持ちがいい。マジでずっと期待してた選手だから嬉しい。数年怪我に悩まされてたけど今シーズンはフルで出て2桁いってほしいね。今シーズン無失点、プロでまだホームラン打たれてない伊勢から、粘って粘って12球目をホームラン、浜田たまらん。浜田の存在があったから、廣岡を出しても OK ってなったわけで、活躍してもらわないと。山田、村上、そして浜田となぜここまで高卒スラッガー育成がうまくいきそうなんだろうな。もう高卒野手乱獲しとけばいいだろこの球団。